こんにちは。夢コンシェルジュ、君たちの将来のために、本日第4回目の放送となります。担当させていただいている私、青木理数ゼミ代表の青木信弘と申します。よろしくお願いいたします。さあ、5月もいよいよ後半に入ってきまして、どうでしょう、もう先週で中間テスト終わっちゃったよっていう子もいるかな。中にはいやいや今週から中間テストなんだよというような子もいたりして、まあ、ちょうど5月ですね、今1学期の中間テストが各中学校高校で行われている時期ですね。さあ、そんな時期、今日第4回目のテーマは予習と復習の仕方、これをテーマにお送りをさせていただきます。さあ、今日のねこのテーマなんですけど、うちの塾生の中でもですね、先生予習ってどうしたらいいのって結構質問があったんですね。まあ、4月新学期始まって、さあ勉強頑張るぞと気持ちがねよく入りやすい、一番入りやすい時期なんですが、まあ、そこで学校の先生もね、ちゃんと授業の予習してきなさいよとか、復習きっちりしなさいよって言われるんですけど、じゃあ予習って何すんの、まあ、明日授業やりそうなとこ本読んだりするのかな、けど具体的に何をしたらいいのかなっていうのがなかなかわからない子が多いんじゃないでしょうか。まあ、今日はそこでですね、まあ、数あるいろいろ方法あるかと思うんですが、青木理数ゼミではじゃあこうするといいですよっていうふうにうちの塾生にお伝えしているものを今日皆様にもお伝えしたいなと思っております。青木理数ゼミがおすすめする予習の仕方なんですが、まず基本的にはですね、次の授業へ向けて教科書を読んだり問題を解いたりする中で、あ、僕はここはできる大丈夫っていうところと、なんかここなんか分かんないんだよな、どうしたらいいか分かんない、でなんかちょっと分かるような気はするんだけど、なんかちょっとしっくりまだ腑に落ちないというかね、そこの区別をきちっとつけてあげる。ここは僕はできますよ、ここはちょっとできないとか、まだ自信がないなっていうところの区別をつけてあげてください。予習はこれだけで十分。じゃあどういうことかって言いますと、それは予習で全部 100% 理解できる、これとても素晴らしいこと、いいことだと思います。けど予習でどうでしょう、もう全部僕分かってるよってなってしまうと、まあ、僕もう授業分かってるから、もうこの先生の授業別に聞かなくてもいいかみたいな感じについついなっちゃったりしないでしょうか。やっぱそういうふうにしてちょっと気が抜けてしまうと、やっぱり授業担当してる先生から見るとちょっと授業態度があまり良くないな、先生の話ちゃんと聞いてもらえてないなっていうような印象を受けてしまわれがちですので、せっかく自分が 100% 理解できててテストで点数も取れてるのに、ちょっと授業態度の点数でマイナスされてしまって、ちょっと通知表を思うような成績が取れなかったり、そんなような経験はないでしょうか。ですのでもちろん 100% 理解することはとても素晴らしいんですけれども、分かるところと分からないところの区別をきちっとつけてあげて、そしてその分からないところをきちっと理解をするために、じゃあ次の授業を受けに行こうと、そうすることによって授業を受ける目的、目標がはっきりするので、授業にもきちっと身が入る。なのでもちろん担当の先生からも、あ、この子熱心に授業を受けてくれてるなっていう印象も与えられるので、とても効果的なのではないでしょうか。さあ、そして予習ができて授業を受けたら、次大事なのが復習です。以前の放送でもお伝えしましたが、
エビングハウスの忘却曲線のお話覚えてますでしょうか。何もしなければ1日で 74% 忘れてしまいます。がそこを復習をすることによって100% へ戻して、また忘れては思い出し 100% へ戻してと繰り返していきながら、知識というのはきちっと定着していくんですよというお話でした。ですので予習でできるところできないところを区別して、授業でできるところをきちっと理解をして、そこで終わらないでお家へ帰ったら、じゃあちゃんとできるかなっていうチェックを復習としてきちっとやっていきましょう。ここの予習と授業と復習、この3つがバランスよくできて初めて効率のいい学習の方法になっていきますので、あまり予習に偏りすぎてもダメだし、なんか授業ぶつけばっかりでもダメだし、ね、予習もせずにあと復習ばっかりってなってしまってもなかなかうまくいかないので、この予習、授業、復習の3つをバランスよく組み合わせれる勉強の仕方、ね、そういうことをすることによって知識の定着率もきちっと上がっていきますので、そういったところ、今なんか一生懸命頑張ってるんだけどなんかテストで点数取れないんだよなとか、自分の思うような成績なかなか取れないんだよなと思ってる子は、一度そういうところを見直してみてはどうでしょうか。またね、そういうところどうしたらいいのと思いましたら、また青木理数ゼミいつでもそういった相談にも応じておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせいただいたりですね、こういう時どうやって勉強したらいいのってなこと、またお問い合わせいただければいつでもアドバイスさせていただきますので、またお問い合わせください。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、今日第4回目のテーマは予習と復習の仕方というようなことでお話を進めてまいりました。最後にもう一回ちょっと予習復習の仕方を復習しますよ。予習は次の授業でできるところとできないところの区別をきちんとつけましょう。で、わからないところはあってもいいですね。そのわからないところをわかるために次の学校の授業に臨むということですね。そうすることによって授業を受ける目的、目標がはっきりするので、授業にもきちっと身が入ると。さあ、そして授業でそこが分かるようになったら、お家へ帰ってからそこを自分で一人でちゃんとできるかなとチェック、復習をするということです。予習と授業と復習、ね、この3つをバランスよくきちっとできるようにしてですね、ちょっと中間テスト悔しい思いしたよってことは、悔しい思いしちゃったよっていう子はですね、次の期末テストに向けて、まだまだこれから中間テストだよっていう子はね、その中間テスト1点でも多く取れるように頑張っていきましょう。さあ、夢コンシェルジュ、君たちの将来のためにね、この番組では皆さんからの学習の悩みとか、こういう時どうしたらいいのっていうようなご意見とかお悩みとかも受け付けております。青木理数ゼミのホームページのお問い合わせ、もしくはメールでご連絡いただければと思っております。またそういったご意見いただけましたら、またこちらの番組のテーマとしてですね、取り上げてまた皆さんにお伝えしてまいりたいと思っております。またよろしくお願いいたします。それでは夢コンシェルジュ、君たちの将来のために、本日はこの辺で失礼いたします。担当は青木理数ゼミ代表の青木信弘でした。ありがとうございました。